はい。フリーライターのいつか笑って過ごせる日までです。国民主権党公式チャンネル、約3日で収益化、許可、早ということでやっていきたいと思います。はい。まね、あの、もうタイトル、以上、終了みたいな感じではあるんですけれども、まあ、一応ね、説明していきたいと思います。<laughs> はい。あの、5月17日に配信された、えー、平塚正幸さんのチャンネルで配信されたクラスターデモの動画で、えー 国民主権等の公式チャンネルが100人じゃない、千0人を突破したと。ちょっとややこしいんですけれども、あのー、5月16日に行われたクラスターデモの様子が、えー、5月の17日に平塚さんのチャンネルで放送されたんですね。録画ですね。録画配信されたわけです。 で、それによって、これ、平塚さんのチャンネルで放送したことによって、そこから誘導された方が登録して、国民主権党のチャンネルが1000人を突破したと。いうところなんですね。で,でも、その時点で、えー、この、公式チャンネルの方はですね、まあ、大体あの、1ヶ月で4000時間を突破するぐらいなので、まあ、大体ね、ぐらいで,ですので、えー、まあ、あのー、 1000 4000人時間を突破したんです、ね、すえで、ー、おそらく収益の申請を出したんでしょう。ちょっといつ出したか知らないんですけども、勝手に収益化されるってことはないので、収益化されてるってことは多分出したんだと思うんですけれども、うん。えー、今日ね、えっ、ー、と、動画を見ていたら、広告ついとるやないかってなりましたね。<laughs> ついてるってなって。はい。収益化されてました。はい。 ねあの、私のチャンネルですね、前からずっとやってるんですけども、あの、収益化されるのに5ヶ月かかったんですね。<laughs> 何があったんだっていうかね、5ヶ月かかって、やっと、やっと、あの、収益化されたので、国民主権とのチャンネルもね、まあ、あの、結構過激なことを言っていたりとかしているので、まあ、あのね、あの、なんだろう。いわゆるその、普通とはちょっと違うような主張とかね。いろいろしている、 ところなのでちょっと収益化されないされるのに時間かかるんじゃないかなと思っていたんですけれどもまあ、速攻でしたね早かったねうん僕ね1ヶ月くらいはねまたなきゃ多分無理だろうなと思ってたんですけどもまあ早かったですねとにかく早かったとしか言えないぐらい早かった早かった本当に早かったびっくりするぐらい早かったんですけれども、うん、ま良、あ、かったですよねでもね。うん まああの私自身もね、この国民主権党の方のチャンネルには、動画を投稿させていただいているのでね、良かったなと。これで、まあ、ちょっと党の財務状況もね、良くなっていくのかなっていうところですね。まあ、あの、うちの、ね、チャンネルよりもだいぶ再生数多いので、向こうの方がね。まあ、詳しい数字はちょっと言えないですけど、うん、この感じだもんね。 この感じなので。うん。んんで、収益化されてない。うち、あの、一番動画再生数の多い動画が、実は、収益化できないものになっていて、収益化されてないんですね。収益は許可出ないような動画なので、一番再生数が多いのがね。っていうところも考えるとですね、まあ、あの、うーん。 うちの10倍近く収益上がるんかなうん。っていう感じではあるので、結構いい感じの収益になるんじゃないかなって僕は思ってるんですけれども、まああのね、そこは察しっていう感じですけどね、あのす、筋とかはね。うちの方のチャンネルはね、ちょっとまあ、もうちょっとしたら、ちょうどあの、4月は途中からだったので、5月がいっぱい、丸いっぱいなので、ちょっと5月終わったら月どのくらい稼げるかっていうのをね、動画に上げようとは思ってるんですけれども、うん。 という感じなんですけど、まあ、ちょっとね、あの、さすがに、国民主権党の方のチャンネルの売り上げはね、僕が言うわけにはいかないので、うん。言うわけにはいかないので、言わないですけれどもね、うん。自分のところの方のチャンネルの方はね、えー、ちょっと言わせていただこうかなというふうには考えています。まあ、あの、なんだろう。まあ、あの、タイトルと全然関係ない話に今から突入していくんですけれどもね、あの、宇治ぐらいのチャンネルでどのくらい収益化できるのって、 まあ僕ぐらいのことだったら多分できる人多いと思うんですよね。だって顔も出してないんですね、僕ね。皆さん顔知らないですね、僕の。で、まあ僕本名も公開してないです。要は、いつか笑って過ごせる日までっていう、まあ一応これでね、あの、記事書いて,書いてるので、まああの、なんだろう、逃げも隠れもできないんですけど、<laughs> あの、<laughs> いつかさんって言うと僕のところに繋がっちゃうんで <laughs>、はい。 様々なととこころろから僕ののにはねねつけてしまうのでね逃げも隠れもさすがにできないんですけれどもまああの顔も出してない本名も未公開っていう状況で声だけじゃないですかでこうやってあのまあこの今のこのこうやってここにねここに文字を打つスタイルってこのスタイルってやろうと思えば誰でもできるんですよ これはあの、ちょっとマイクの位置の都合上ね、あの、喋、はい、りながら打つのちょっと難しい状況になっていて、これちょっともうちょっと何とかしなきゃなと思ったんですけれども、実は買ったマイクスタンドがですね、あの、マイクの重みに耐えれないっていう事故があって、あの、本当はね、あの、横あたりにマイクスタンドを置いて、マイクだけ自分の前に持ってくれば、打ちながら喋れるよねと思ったんですけれども、ちょっとマイクスタンドが弱くてですね、あの、倒れるんですね。マイクつけるとは。 うん、もうちょっといいマイクスタンド買わなきゃいけないなとは思ってるんですけどもね。うん、っていうのもあって、打ちにくいので、打ちながらっていうか、その他のメモ,メモ2つ用意して、別のメモに書いてあるものをペッカペッペッペッペ貼ってるんですね。いつもあのパッパッと現れると思うんですけども。うん、要は、こうですね。ないものをコピーで貼り付けるっていうスタイルでやっているので、文字を打つっていうか、文字を貼るですね。これ、ね。文字を貼るスタイル。 春スタイルなのでまあまあ打つでも春でもいいんですけれどもまあこのスタイルだったらねちょっと誰でもできるんじゃないのっていうところもあるわけじゃないですかしかもこれ1000人突破した頃って僕こういうこともしてなかったんですよ紙っぴら1枚紙っぴら1枚っていう言い方をするとあれですけれども要はえっとこの状態でこの下の部分に今までさっき文字が出てた部分にちょっと画像を貼ってみたいな あの契約しているサイトさんから画像を貼ってね、無料でも使えるサイトさんなんですけれども、そこと僕はあのお金払って契約しているので、そこから画像を使ってるんですけどね、それを使って、ここの,こ,のここの部分ですね、この文字が出てる部分に画像を貼ってやったりとか、あとはあの選挙、政権法とかの動画とか画像とかね、著作権的に問題ないものとかを貼って使ってたんですよね。でも、あ,あ,ある時から貼ってやるようなスタイルの方がいいんじゃないのっていう。 話も、えー、リスナーさんから頂い,いてちょっとやってみたら、まあこっちの方が、まあ分かりやすいかと。いうことがあったので、こういうスタイルになってるんですけども、このスタイルって、まあやっぱりあの、さっきも言ってる通り、誰でもできるわけじゃないですか。まあ誰でもっていう言い方をするとあれかもしれないけれども、まあ、やろうと思ったらできるわけじゃないですか。ね、パソコンがあって、喋れてっていう状況。顔も出さなくてもいいし、この状況だとね、あの、 例えば、あの、携帯のカメラでライブ配信しながら、あの、ホワイトボードとかなんかに書くだと、ちょっと事故ったり、ちょっと手が滑って落ちたとかで、ね、顔が映ったりとかすることあるんですけど、このスタイルだったら、なんだろう、とんでもない何かが起こらない限りは、顔って映らないわけですよ。だから誰でも簡単にできるわけですよ。うん。っていうところはあるので、このスタイルでね、あの、どのくらい稼げるかって多分、興味ある人多いと思うんですよね。 まあ、あの全く準備してないとか、そんなんじゃなくて、結構あの準備してるので、時間はかかってるんですけどね。時間はちゃんとかかってるんですけれども、うん。でも、まあ、なんだろう、リスク少なく、手軽に。で、まあ,あの、用意するものもないと。ね、あの、石鹸を電子レンジに詰めたりとかしなくていいですし、ね、石鹸いっぱい買ってきたりとかね、トイレットペーパーいっぱい買ってきたりとかする必要ないのでね、どっかの、ね、あの配信してる方みたいにね。そういうことはしなくていいので、うん。 で、外に出ていく必要すら、まあ、うち僕はね、外に出て、あの、撮ってきた動画とか、公開もしてますけれども、そういうことしなくても、もう、あの、ほとんどこの、このスタイルじゃないですか、喋るスタイル。まあ、あの、伸びてるやつは、意外と、あの、外で撮ったやつが伸びてたりするのもあるんですけど、まあ、あるって話で、全部が全部そっちの方がいいってわけでもないんですけどね。まあ、あの、 多くの外で撮ってきた動画よりも喋ってる動画の方が再生数伸びます。で、外で撮ってきた動画で一部、あの、すごい伸びてるやつがあるぐらいな感じなんですよね。うちね。うん。それを考えると、収益され、収益化されてるのとほとんどこの遠くの喋ってる動画なんですね。こういう画面だけで。 なので、その辺って、みんな、あの、参入しやすいよねって。まあ、あんまり参入されすぎても僕困っちゃうんですけども、僕の仕事がね、僕の仕事っていうか、まあ、僕の、あの、広告収入があの減っていくだけなので、みんなが入ってきて、僕みたいなことをやり始めてってなってくると、まあ、減るだけなので、まあ、得はしないんですけども、でも、気軽に配信しやすいよねっていう。ちょっと、ちょっとこれでできるんだったら、これで、 3000円とか1万円とか稼げるんだったらちょっとやってみようかなみたいな人って出てくれば、それだけ YouTube って盛り上がっていくと思うし、うん。っていうとこもあるので、まあちょっとあの大体の値段、まあどのくらい細かく出すか分かんないですけども、もしかしたらなんかあのね、超分かりにくい言い方するかもしれないですけども、まあ,あんま超分かりにくい言い方しても分からないんでね、なんか缶コーヒー何本分とか言われても、あの缶コーヒーの値段いくらだよとかってなっちゃうのでね、まあ分かりやすいもので例えれるか、まあ約いくらとか。 っていう言い方はできたらいいかなと。ちょっとその辺考えてるんですけれども、もうんはいという感じです。ということでですね。まあ、あの話がずら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 ずれました。けれども、えー、国民主権と公式チャンネル3日で収益化されました。おめでとうございます。良かった。うん、時間かかるかなと思ってたけども。 されてよかったです、はい、以上です、えー。よろしければですね、えー、チャンネル登録していってください。あ、もちろんね、うちのチャンネルもね、えー、国民主権等のチャンネルも、両方ね、登録していただければと思います。はい、以上です。よろしければね、えー、チャンネル、さっき言ったわってな。はい。フリライダメいつからあって過ごせる日まででした。なんかぐだぐだになってしまった。